広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発は右のケムナ、対するホークスの先発はルーキーの奥村、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の奥村マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは初期、初球を打ちました、三遊間のゴロ、サードから一塁送球、アウト。これではワンアウトランナー一塁という場面で長野、背番号5、一塁牽制、タッチはアウト、これでツーアウト。先ほどのプレーです。ホークス先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で野村、危ない球、投げた、打ちました、いい当たり、センター前に取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。2回の表が終わって0対0ホークスチャンス、ホークス先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面、打ったショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ホークスこの回ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の裏が終わりまして0対0ホークス、この0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面、打ちました、フラフラッと上がった、川瀬落下点に入った、掴みました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、直球外れてフォアボール、バッターは3番長野、大きな声援が届いています。第2球投げました、打ちました、掴んでこれでスリーアウトになります。リプレイをご覧ください。ホークスこの回ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回まで0対0で迎える5回です。ノーアウトランナー一塁という場面で野村、真ん中にストライク、まずは見送りました。第2球打った、強い当たり、入れば先制だ、レフト見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発をベンチも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で野村、今日2打点を挙げています。第2球投げました、危ない球、投げました、危ない球、第4球を投げました、もう次は5球目、アウトコース高め見送ってフォアボール。ホークスピッチャーを交代します。奥村降板、右の石川、厳しい場面での登板です。今日はこれは引っ掛けた、取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。6回までが終了しまして3対1カープ、この回1点を返しています。ホークス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で野村、今日2打点を挙げています。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球は打った、いい当たりだ、センターバック取りました、これで3アウト。結局ランナー2人残塁。8回の表が終わって3対1ホークス、得点差はわずかに2点です。カープ追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で岩本、初球バント、2塁送球、2塁フォースアウト、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。堂林背番号7、第9
初球引っ張った、サードオーバー、クリーンヒット、岩本二塁決定、三塁へ。堂林いいバッティングを見せました。ホークス同点のピンチを迎えます。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。第9球初球を打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。石川見事に流れを断ち切りました。ホークスこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。カープ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で中上打った、レフト前ヒット、中上ナイスバッティングです。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番小園、これが5度目のバッターボックス。空振り三振、バッターアウト。ホークス1点差で逃げ切りました。ご覧のように本日の試合は福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。勝ち投手奥村、負け投手ケムナ、西武岩崎。さて今日のヒーローは勝利投手の奥村、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦。